はじめまして、BS 日テレ公式 YouTube 新人。はじめまして、BS 日テレ公式 YouTube チャンネル新人アナウンサーの新保里穂です。ここで私の自己紹介を簡単にしたいと思います。まずは、私は大学今4年生で現役女子大生です。ちなみに今22歳です。はい、私の出身はここ。分かってくれましたか？これ新潟県出身です。そして私の特技は、これ何してるか分かりますか？これ走っているんです。私中学校高校と陸上競技をやっていたので走ることが得意なんです。オンヤマークセットパン。ということで記念すべき第1回は新人アナウンス特訓早口番組 PR に挑戦します。ではまずはベーシックな早口言葉からいきます。頑張るぞ。いきます。隣の客はよく柿食う客だ。隣の客はよく柿食う客だ。隣の客はよく柿食う客だ。続いて、これもちょっと難しいんですよね。いきます。青巻紙、赤巻紙、黄巻紙、青巻紙、赤巻紙、黄巻紙、青巻紙、赤巻紙、黄巻紙。はい、はい、ということで私の舌も温まったのでこれから BS 日テレ早口番組 PR に挑戦します。いくぞ。いきます。月曜夜9時恋するクラシック、火曜夜9時ブラブラ美術博物館、水曜夜9時極上三つ星キャンプ、木曜夜9時ランニングエンターテインメントサブ4、金曜夜9時ゴルフサバイバル、土曜夜9時おぎやはぎの愛車遍歴ノーカーノーライフ、日曜夜9時翔英小島玲子の最強釣りバカ対決。